すいませんって言ってると本当にすいませんの人生が来ちゃうんだよね。幸せになれない観念のうち一番重要な観念、手放すべき観念っていうのが、皆さんこんにちは、世界で活躍する竜使いドラゴンマスター慎吾です。今日も YouTube 始めていきます。トゥルトゥトゥン、おめでとうございます。慎吾さん、なんか私気分が重いんです。なんか自分がこの世にいちゃいけないような気がして、パッタという方大丈夫です。今日は新月なのでデトックス、感情の浄化についてお話しいたします。ぜひ最後まで見てくださいね。この番組は誰でも開運できる方法をお伝えしています。龍神様のお力で人生を上昇させましょうという番組です。面白いな、ためになったなと思ったらチャンネル登録と、僕の公式 LINE、 そして僕が校長を務めますスピリチュアルマスタースクールの公式 LINE にご登録お願いしますね。はい、本題に入ります前に、少し時間が経ってしまいました。7月1日の慎吾の生ライブ配信にお越しいただく、もしくはアーカイブで見てくださった方、本当にありがとうございました。そのライブ配信で Amazon で新刊のこちらの龍神の開運日ご予約いただきますとプレゼントするというね、ステッカー、龍神ステッカーをプレゼントするという企画をさせていただきましたところ、なんと皆様のおかげで Amazon カテゴリー1位を取ることができました。おめでとうございます。なんとそのタイミングで前の本、龍神のすごい浄化術、もう2位に入るという快挙、1位開運日、2位浄化術というワンツーフィニッシュでね、2冊が並びまして、ランキングに並びました。ありがとうございます。さらにもっとびっくりすることでね、全体で4位、つまりね、Amazon で販売されている全ての本のうち4番目に売れた本を記録することができました。ありがとうございます。正直ね、ここまでの結果は見込んでいなかったです。まあカテゴリー1位は取れるかなというふうには思っていたんですが、全体で4位という結果は正直驚いております。出版社さんも非常に驚いて、そして嬉しい悲鳴を上げていただきました。本当に皆さんのおかげです。生ライブ配信の時にもお伝えしましたが、Amazon でランクが上がるとですね、地方の本屋さんが見つけてもらいやすくなるということがあります。皆さんのおかげでいろいろな本屋さんに僕の新刊が並ぶことになります。本当にありがとうございます。まだまだですね、 Amazon で予約を受け付けております。龍神のすごい開運日、8月1日発売なので、ぜひお手元に取っていただけますと嬉しいです。さらに少し先になりますが、11月11日に出版記念講演会を行います。11月にもう一冊の本が発売になりますので、その本と龍神のすごい開運日と、そして開運龍神カレンダー、この3冊の発売を記念した出版記念講演会になります。もう久しぶりの出版記念講演会なので、ぜひ来ていただけると嬉しいです。さらに夜はですね、僕が最近やっておりますスピリチュアル×音イコール覚醒ドラゴンサウンドアクティベーションというですね、ワークがあります。これを DJ 龍名義でやってます。簡単に言うと DJ 龍のライブを初めて一般公開させていただきます。どんなライブなんですか慎吾さんと思う方もいるかもしれませんね。いきなり DJ 龍って何ですかって人もいるかもしれませんけれども、まあ、僕がね、スピリチュアルなエネルギーを混ぜながら覚醒するようなエネルギーを込めて、まあ、音楽をこう流していくというような、音楽かけるスピリチュアルのエンターテインメントライブになります。音楽が苦手だとかね、そういうんじゃなくてお話の方がいいよっていう人もいるかもしれませんけれども、ぜひ一度ご体験いただけるといいと思います。今は僕のコミュニティと、あとは起業家の仲間の人の前でやってるんだけど、みんなすごいの、感想が、慎吾さん覚醒しました、慎吾さん開きましたみたいなね、そんな感想たくさんいただいてますので、ぜひねお越しいただくと、なんかいまいちなんだよな自分、なんか僕もっとパッカーンしたいんだよな、もっと開きたいんだよなっていう人はね、ぜひ DJ 龍のライブにお越しいただけたらと思います。さあ、冒頭ちょっとね長くお話ししましたけれども、本日は新月でございます。なので皆さんのね、ちょっとね、こういらないなと思ってる観念を浄化していこうと思います。僕らはですね、実は自分が思ってるような人間であり、思ってるような現実を生きてるんですね。自分の観念が現実を作ると言っても過言ではないでしょう。慎吾さん、自分が思ってるような現実なんて生きてないよ、自分の思い通りなんて生きてないよっておっしゃる方もいるでしょう。でもね、実際はですね、脳は自分が意識した情報や
意識したものに作用するというふうに言われているんですね。例えば皆さん、カクテルパーティー効果という言葉を聞いたことはありますか？カクテルパーティー効果、これは脳の仕組みを紹介したある一例の話なんですけれども、カクテルパーティーって何ですか？ちょっとあんまり日本人は聞き慣れないかもしれないですね。要はお酒、カクテルが入ったパーティーだと思ってください。あなたはカクテルパーティーにいます。パーティーが得意とか不得意とかちょっと横に置いといて、カクテルパーティーの現場にいるとしましょう。まあおしゃれな女性、ね、スーツを着た男性がお酒を飲みながら立食パーティーをしているような、そんなちょっとイメージをしてみてね。これカクテルパーティー。あなたの隣には、まあ、おしゃべりなお姉さま方3人がガヤガヤ騒いでます。であなたは一人でちょっとお酒を飲みながら、あ、騒がしいなって思ってたとしましょうね。で、入り口からあなたの数年来の友人が入ってきました。おお、久しぶりって思いますよね。あなたはその友人に声をかけます。久しぶり、元気って。で、そしたら向こうも気づきました。あ、久しぶり、元気、いつぶりだろうね、会ってなかったよね、全然、超久しぶりじゃん。そうだよね、コロナでさ、外も出れなかったしさ、久しぶり、会いたかったよ。あなたがいるところと入り口にいる友人は3メートルぐらい離れています。まだ会話が続きます。え、何してんの今。いや、実はね、子供産んでね。え、子供産んだの、マジで、すごいじゃん。ちょっと後で話そうよ。うん、絶対話そうね。ちょっと荷物あのクロークに置いてから行くから、ちょっと待っててねって話したとしましょう。なんとなくイメージつきます？なんかそういうことってありそうだよね。同窓会だったりとか、まあ久しぶりの友人のパーティーとか、もしくは結婚式に呼ばれた二次会とか、こんなシチュエーションがあると思いません？で、この3メートル先の友達に喋っていた時もですよ、お隣にいる3人のお姉様方ずっと喋ってるんですよ。なのにこのお姉様方の声は聞こえずに、入り口の久しぶりの友人の声だけがはっきり聞こえるの。これカクテルパーティー効果っていうんですね。つまり人間は意識したもの、つまり久しぶりに会った友人の声、情報は聞こえるけれども、この3人の騒がしい声というのは聞こえないんですよね。これ不思議じゃありません？おそらく声の音量を測れる機械があったとしたら、きっとあなたの耳元に置いたらね、この3人の女性の声の方が大きいと測定されるはずなんですよ。多分向こうの3メートル先のお友達の声っていうのはとても小さい音として認識されるはずなんですね。機械はですよ、機械は。だけど私たちの耳、もしくはそれにつながってる脳というのは、自分が意識したものに対する情報を受け取りますから、ここの近くの3人の声よりもお友達の声の方が聞こえるんだよね。だから我々は無意識のうちに自分が望む情報を受け取り、そして情報が感情を作って、感情が思考を作って、思考が行動になり、行動が人生になるわけですから、自分が意識している人生を送ってると言っても過言ではないですよね。例えば皆さんの周りにこういう人いませんか？大変だが口癖の人。あ、大変だ、むっちゃ大変だ、まあすっごい大変、もうやばいぐらい大変、大変なのよねっていう人いるでしょ。で、話聞いてみると、そんな大変かなって人いるでしょ。あれ、大変っていう脳みそを持ってるんだよね。大変脳を持ってるから、全ての出来事が大変に見えるのよ。だから自分の意識していることで人生は作られてるんだよね。逆にハッピーだ、幸せだ、楽しいな、嬉しいっていうの口癖の人っていうのは、ハッピーで楽しくて嬉しくて幸せな人生を送っていると思いません？僕もね、よくね、何にもないのに幸せだなっていうことが多いんですよ。だから幸せな人生を送ってるんじゃないかなと思いますね。皆さんの中にこういう人他にいません？すいませんが口癖の人。すいません、すいません、あ、すいません、すいません、ちょっと、ああ、すいません、みたいな、すいませんばっかり言ってる人いますよね。こういう人、YouTube にも多いんじゃないかなと、ちょっと思ったんですね。僕たちが一番手放すべき観念っていうのは、このね、すいませんなんですよ。すいませんって言ってると、本当にすいませんの人生が来ちゃうんだよね。でもっと言うとね、罪悪感なんです。罪悪感。我々が手放さなきゃいけない観念、幸せになれない観念のうち、一番重要な観念、手放すべき観念っていうのが罪悪感なんです。皆さんもありません？罪悪感。
いろいろな罪悪感があります。例えば生存に関する罪悪感、生きているということに罪を感じる、私生まれてきちゃってごめんなさい、私なんて生まれてこなきゃよかったのにっていう罪悪感感じたことってありません？僕はあります。10代の頃なんてずっとこう感じてましたね。本当に生まれてこなきゃよかったって思ってました。本当に思ってたね。20代の頃、30代の頃もお金が苦しくて、で仕事もつまらなくって、もうこんな人生やめちゃえばいいのにって、本当にもう生まれてきて申し訳ないっていうか、なんか僕みたいなのが生まれてきて本当に嫌だなって思いました。で、まあ、夢を叶える竜にも書いてあるからね、公言してることだから言いますけれども、自分で自ら命を絶とうと思ったことも何度もあります。生まれてきて申し訳ないって思った。で、今は思わないですよ。最近ね、もう楽しくて太口に出ました。この間自分自身に出ました。慎吾、生きててよかったなって自分自身に言いました。あの時死ななくてよかったなって、本当に死のうって思ってた時があるからね。死ななくてよかったら慎吾、もうむっちゃ楽しいやん40代みたいなね、そんな感じなんです今。だから皆さんの中でもしね、生存に関する罪悪感があったら、それは非常に僕も気持ちがわかります。ただそれがあるとやっぱり息苦しい人生になってしまいますので、ぜひね、それを手放してほしい。後で手放し方言うからね。まずは罪悪感の種類について皆さんにお伝えしたい。2つ目の罪悪感としてはね、行動の罪悪感だよね。行動の罪悪感、これはイメージしやすいんじゃないかな。例えば何かやって失敗しました、うわごめんなさい、本当申し訳ないって思うことってあるよね。しかも自分に対するごめんなさいっていうのもあるし、あと他の人に迷惑をかけちゃったっていうのもあるよね。あー、やっちゃった、ごめんなさい、本当すみませんっていうのはあるじゃないですか。これが例えばその瞬間ね、チームメイトに迷惑をかけたって言ったらすいませんでもわかるんだけど、なんかずっと昔のことを引きずって、あん時ああいう風に言っちゃった、本当すいませんって思ってる罪悪感ね。もう持ってなくてもいいのに、昔の記憶の中で罪悪感がずっとまだ生きているってことない？例えば子供にあんなこと言っちゃったな、すいませんという感じとかね、あの時友達にこんな風な態度を示しちゃった、すいませんっていうね、やってしまったことに対する後悔に対する罪悪感みたいなのもあるよね。あとは所有への罪悪感、もしくは身なりですね、見た目、容姿の罪悪感ね。例えば所有だったら、なんか私こんなもの持ってて申し訳ないとか、こんなものばっかり持っててすいませんとか、逆に持ってなくてすいませんとかね。あと見た目、こんな見た目ですいませんとか、そのまま直球で言うと、なんかブサイクですいませんとか、デブですいませんとかね、あえて言ってますよ。別に罪悪感を感じることではないと僕は思ってるんだけど、皆さんの感情の中にそういうのが当てはまるかなと思ってあえて言ってるからね。バカにしてるわけじゃないよ。もちろん僕にもそういう見た目の罪悪感っていうのがあります。で、こういう生存とか行動とか所有とか身なりの罪悪感ね、あるとすいませんっていう人生になっちゃうの。ですいませんっていう人生って、なんか人よりも下に下に入る人生なのよ。本当見ないように見ないように、見えないように見えないように隠れちゃう人生なのね。でももっとこう引いた目で見ると、つまり宇宙から見た、あなたを見たり、龍神様の視点、もう空からあなたのことを見た時に、いや、そんなに罪悪感持たなくていいよっていうのが宇宙からのメッセージなんですよ。龍神様からのメッセージなのね。だって気にしてるのは多分あなただけなんです。生まれてきてすいませんって、いや、そんなこと思ってる人いないって。だってあなたは祝福して生まれてきたわけですよ。お父さんとお母さんから祝福して生まれてきたわけです。もちろん幼少期にお父さんお母さんからきつい言葉を言われたりとか、あなたなんて生まれなきゃよかったっていう言葉を受け取った人も中にはいるかもしれないけれど、でもあなたが生まれた瞬間っていうのは本当に祝福されていたはず。お父さんとお母さんだけじゃない、親戚の人もあなたをこぞって生まれてきてありがとうって、赤ちゃんかわいいねって、よしよししたいなっていうふうに祝福して生まれてきたはずなんですね。で、生まれてきてダメな人なんて一人もいないんですよ、この世界に。とりわけあなたなんて生まれてきて悪いわけがない。 YouTube 見て僕とつながって本当にありがとうって思ってる。あなたが生まれてきてくれて本当にありがとうって思ってるんですよ。少なくとも地球上に一人は僕があなたのことを生まれてきてくれてありがとうって思ってるんだから、あなただけがひょっとしたら生まれてきて申し訳ないって思ってるのかもしれないよね。もちろん思ってたらの話ですよ。だから龍神様やその宇宙の視点から見ると、生まれてきて申し訳ないなって思ってるのはあなた一人の可能性がありますね、はい、あなたの自意識、自分に対する過剰な意識がそう思わせてるのかもしれません。あとは失敗や行動に対する罪悪感ね。失敗は誰でもするからね。
YouTube でたびたび言ってますけれども、失敗は成功の母って言います。月並みかもしれないけれども、でもうまくいくためには失敗しないとダメなんですよ。だってそんな全部が1回でうまくいくことなんてほとんどないじゃないですか。何回もトライしてエラーして、トライしてエラーして、トライしてエラーして、あ、こういうふうにやったらうまくいくんだなっていう情報をたくさん得た上でトライするからうまくいくことがあるわけですよね。だいたい99回失敗して1回成功するぐらいですよ。100回失敗して101回目に成功する人もいるし、1000回失敗して1001回目に成功する人もいますよね。僕もそうですよ。もうとっとと失敗しようって思っちゃう方です。やりたいなって思ったらうまくいくかな、どうかなって考えるよりも、まずやってみて失敗してデータを取る、そして検証してその方向に向かっていくっていうのを僕がやっています。失敗して失うものはほとんどありません。だって周りの人が例えばあなたのこと、信用がね、失敗して減ったとしても、正直にすいませんでした、次は頑張りますっていうふうに正直に謝って次挽回すれば許してくれるでしょう、大概の人がね。だから失敗で失うものっていうのはほとんどないんです。あるものとしたら一つ、自尊心です。自分のプライドは傷つきますよね。恥をかいたとか、うまくいかなくて自分はダメだったとかっていう、その自尊心みたいなのは減るかもしれないけれども、もう絶対的な自分に自尊心を持っていたら、もしくは罪悪感を手放していたら、自尊心が減ることなんて大したことじゃないんですよ。それよりも失敗して情報を得ることの方が大事って思えると思います。僕もまあいっぱい失敗してますけれども、まあ、僕のいいところはプライドがないところだなって正直思います。もう失敗しても別に自尊心消えないし減らないしっていう、なんなら失敗したらネタにできるしっていうふうに思っちゃうので、きっと失敗に対する罪悪感が少ないのかなと思います。あとは見た目とか所有物に関する罪悪感ですよね。こんなもの持ってて申し訳ない、こんなもの持ってなくて申し訳ない、もしくは見た目がこんなんで申し訳ないって思う人がいますよね。で、見た目に対する罪悪感とか所有に対する罪悪感って、罪悪感持ってれば持ってるほどその魅力が減っていくんですよ。まあ簡単なのは見た目ですよね。本で一回、何の本だったか忘れちゃったんですけれども、その病気でね、顔が膨れちゃう、そういう病気を持っている方の本だったの。それを読んでてね、すごい外に出るのが恥ずかしいって思ってたんだって。で、外に出ることをやってなかった。でもある時に自分が笑った時に、なんとかさんの笑顔とっても素敵だよねっていう風に言われたんだって。で、その時に気づいたのが、その人は自分だけが恥ずかしいと思ってて、周りの人はそうでもないんだっていうか、気にしてないんだっていうのを分かったんだって。気にしてないことに対してそんなに自分が引っ込む必要ってないなと思って、それから外に出るようになったそうです。こう顔が腫れちゃう病気の方ね、とてもそれ僕感動しました。で、多くはですね、自意識が過剰になってるんですね、見た目の罪悪感の場合ね。そんな人は気にしてないです。あなたが5キロ痩せようと10キロ太ろうとあんまり気にしてないんですよ。太ったとか痩せたとか言うかもしれないけど、それによってあなたのことを嫌いになったりするってことがほとんどないんですよね。人間はみんな自分のことばかり考えてしまいます。これは悪い意味じゃなくて、脳がそうさせるんだよね。よく言う話だけれども、集合写真あるでしょ。みんなで写真撮りました、ね、写真が出来上がった時に一番最初に誰の顔を確認します？お隣の人の顔を確認する？友達の A さんの顔を確認する？しないよね。まず最初に自分が目つぶってないかなとか、そういうの確認するじゃないですか。だからみんな人は自意識があるんですよ。でもそれが過剰になりすぎちゃいけないのね。なので、この罪悪感をちょっと今から解いていきたいと思います。罪悪感を解くには、すいませんをありがとうに変えることです。すごく簡単。すいませんって言ったのをありがとうに変えること。例えば、生まれてきてすいませんだったら、生まれてきてくれてありがとうだし、失敗しちゃってすいませんだったら、失敗してくれた自分ありがとうだし、なんかこう見た目が悪いなと思ってる人は、こんな見た目ですいませんじゃなくて、この見た目が素敵だよね、ありがとうっていうふうにひっくり返してあげるね。すいません、ありがとう。で、無理やりひっくり返すことはないんだよ。もっとナチュラルにありがとうってね。だっていいところいっぱいあるんですよ、皆さん。そんなすいませんすいませんって言わずに、ありがとうありがとうで生きていきましょう。じゃあちょっと両手を胸に当ててね。で、自分の罪悪感があるところにフォーカスしてください。それは生存なのか、それとも行動なのか、それとも所有見た目なのかね。その一番心がうずくところね、あーってなんか申し訳ないって思うところにちょっとフォーカス当てて、そして罪悪感を感じている自分も可愛いな、ありがとうって、そんな風に自分をマイナスにして、真面目に努力してさらにいい自分になろうと思ってるんだね、ありがとうって、
罪悪感を感じている自分にまずありがとうってして、そして生まれてきてくれてありがとうって自分に言いましょう。生まれてきてくれてありがとう。そしてたくさん失敗してくれて成長してくれてありがとうって自分に言いましょう。さらに見た目、所有ね、そういうものを持ってくれてありがとう。自分の見た目にも素晴らしいね、素敵だよ、笑顔が素敵だよ、ありがとうって。ちょっとこういうところがもっと良くなればいいとは思ってるけれども、でもあなた素敵だよ、ありがとうって、そんな風に思ってください。ありがとう、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 ありがとうございます。では手をほどいていただいて、そんな風に自分に対してありがとうが言えるととても生きやすくなります。おそらく罪悪感がね、心の中にある人というのは口癖もすいませんになっている可能性が多いよね。すいません、すいません、すいませんって言ってる人がいると思います。それを日常的にありがとうに変えるだけ、ありがとうございます、ありがとう、ありがとう、ありがとうに変えてみましょう。それだけで罪悪感がほどけていって、自分の中の観念が浄化されていきます。まさに新月にふさわしい放送になったんじゃないかなと思います。見ていただいてありがとうございます。励みになってます。見ていただいてあなた愛してるよ。せーの、龍、またね。金運龍城爆上。